ます、はい、秋元ゆかと言います、はい、ゆかちゃんって呼んでください、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、はい、浅草寺のお隣にある、はい、浅草神社の方に向かっていきたいと思います。はい、はい、はい、正面ちょっと木の奥に見えますのが浅草寺、浅草寺のシンボルですね。はい、都内で一番大きい寺になってます。こちらが浅草神社、神社、はい、行きましょう。ちょっとバックしますね。はい、OK、 じゃあ行きます。行ってきます。はい、最初に自己紹介させていただきます。お願いします。はい、本日担当させていただきます、はい、秋元ゆかと言います。はい、ゆかちゃんって呼んでください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、はい、浅草寺の隣にある、はい、浅草神社の方に向かっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。行ったことありますか？あ、一度だけあります。はい、あ、いいですか？あ、いえ、あの普通に歩いて、はい、人力車に乗るならこの時間帯がおすすめみたいな時間帯とかってあったりするんですか？正直、はい、全部の時間帯おすすめですか。あ、そうです。朝だと人が少ないので、はい、あ、確かにそれは思いますね。はい、景色を満喫しながら、はい、人混みを避けて行くっていうのがあったり、はい、私一番好きなのが、はい、夕暮れ時で、あ、出した感じが、はいはいはい、すごく浅草の街に合ってますね。確かにテンション上がっちゃいます。はい、そうですね。でも夜も夜で、はい、ライトアップがあったりとか、はい、明かりが入るとまたおしゃれな感じですよね。本当にこの時間でもって言ったら、はい、ちょっと言い方悪いですけど、いつ来ても楽しめるなっていうのが、うん、すごくやっぱありますね。なるほど。やっぱりライブスルーして、はいはいはい、何か食べながら飲みながら、はい、乗ることもできるので。あ、そうなんですね。そうなんです。それもすごくおすすめです。あ、今度どの時間、時間帯によって違う楽しみ方ができるかなって思います。はい、はい、正面ちょっと木の奥に見えますのが、はい、浅草寺、浅草寺、シンボルですね。はい、都内で一番大きいお寺になってます。はい、こちらが浅草神社、神社。はい、今日はちょうど、はい、おみこしが、おみこし倉庫になっていて、神社祭り、はい、祭りで使われる。ああ、一宮、二宮、三宮、はいはい、それぞれ表しています。はい、で、あの、鴨、あ、丸いやつ、はい、あれが、とわみ漁の網を表しています。あー、つあみって言われるので、つあみね。はいはいはい。普段はあれですか、これって開いてない、あ、閉まってるんですね。あ、じゃあレアな感じで、はい、